ソープレイステーション。モータートゥーングランプリ。松下進氏がデザインしたキャラクターたちがポップなコースを激走するファンタジーレーシングゲームが登場。主人公ロックが時には車に、時にはそのままの姿で奇想天外なコースを走り抜ける。 3D ポリゴンだからよりリアルで爽快な操作感を味わえる。東神殿、究極のポリゴン格闘アクションがプレイステーションに登場。ポリゴンならではのリアルなキャラクターたちが得意の武器を手に死闘を繰り広げる。それぞれの武器ならではの必殺技もあり、ダイナミックな戦いを体験できる。93年度日本ソフトウェア大賞ゲーム部門最優秀賞を受賞したあの A4 がプレイステーションに登場。ゲームは鉄道会社を経営しながら自分の作った街を大きくしていくシミュレーションゲーム。列車からさまざまな角度で見られる 3D ボードが加わっている。自分だけの街を思い通りに作ろう。熱血親子、超必殺技を駆使して腹黒団に奪われた母を救え。ただ者ではない父と娘に居候が加わって繰り広げる熱血格闘アクション、それが熱血親子だ。ハムレット。 3D 視点の月面基地で繰り広げられる新感覚の RPG、 それがこのハムレットだ。プレイヤーは施設軍隊 AMAX クリーナーの一員として連絡不能になった月面基地ハムレットに乗り込む。緊張感あふれる基地探索が今始まる。キッド、回答終了。麻雀ステーション、魔人。麻雀牌からパク、そしてジャッシュまで全てをポリゴンで表現した新感覚のリアル麻雀が登場。3D ポリゴンだから可能になった視点移動でリアルな麻雀を楽しんでほしい。コズミックレース。このコズミックレースは3つの惑星と宇宙空間を舞台にした 3D ポリゴンフル活用の新感覚のレーシングゲームだ。ポリゴンだからビューポイントが好きなように変更でき、今自分がどんな状況なのかを素早く判断することができる。ビクトリーゾーン。従来のパチンコゲームの常識を覆す超リアルなパチンコシミュレーションゲームがプレイステーションに登場。プレイステーションならではのグラフィック機能を使い、パチンコ台を構成する全ての要素を 3D で表現。釘の加減から球の動きまで細部にわたって研究することが可能になる。パチンコフリークにはたまらないソフトだ。菊國正彦印、笑う不敬さん、パチスローハンター。漫画家菊國正彦さんのマルチストーリーコミックを楽しみながら展開していくポリゴンによる本格パチスローシミュレーター。臨場感あふれるパチスローが体験できる。キングスフィールド。地下5階からなるダンジョンのどこかに眠る伝説の魔導器を探し出し、魔物の王を倒せ。主人公の視点により変化する迫力の画面とリアルなサウンドが生み出す臨場感がたまらないリアルタイム RPG。 3D ダンジョンならではの恐怖がプレイヤーを襲う。画面内に出現するさまざまな世界の中で時間内に弾をゴールへと導くゲーム、それがこの弾だ。ただしプレイヤーが操作するのは弾ではなく世界の方。360度いろんな方向に世界を傾斜させてトラップや敵をかいくぐり弾をゴールへと導け。
ツインゴッデス。自社取り込みの美少女とアニメーションの妖怪がバトルする新感覚の格闘アクションゲームが登場。高速度撮影からの実写取り込みだから、きめ細かいキャラの動きが可能になっている。また相手との距離によってキャラの大きさが変化するズーム機能で迫力のバトルが体験できる。ファルカタ。ファルカタとは中世よりさらに古い時代にあった武器の名前だ。プレイヤーは冒険者のチームリーダーとなり、さまざまなイベントをクリアしながら全5章の壮大なストーリーを体験していく。またパーティーも自分の意思で冒険を展開していくといった新システムのシミュレーションだ。麻雀悟空天竺。6カ国18人の猛者たちと対決していく本格的麻雀ゲームがプレイステーションに登場。ローカルルールや特殊な役なども国ごとに設定可能。さらにオートリプレイ機能や指導モードもあるので、相手の打ち筋の研究や麻雀の学習も OK。 史上最強の思考ルーチンを採用しているので、初心者から上級者まで楽しめる。ミスト。アメリカで生まれ世界中で大ヒットを飛ばした CD-ROM ソフトがプレイステーションに完全移植。極上のグラフィックと絶妙な世界観が織りなす摩訶不思議なストーリーがプレイヤーを取り込んでいく。仮想世界の島ミスト、プレイヤーは何を発見するのか。お前は誰なんだ。レイマン。ファンタジー感覚いっぱいのステージをユニークで可愛いキャラクターたちが縦横無尽に動き回るアクションゲーム。過激なシーンがなく、低年齢層から大人までが楽しめる。ファンタジーあふれる不思議な世界を体験してほしい。キリーク・ザ・ブラッド。映画「エイリアン」を彷彿させる緊迫感。アドベンチャーシナリオを伏線に持つ重厚なストーリー構成。謎の言葉キリークとは、マッドサイエンティストの野望とは。デザイン監修にハード SF メカ設定の第一人者横山浩、クリエーション&ブレインにゲームクリエイター集団元気、 3DCG ダンジョンに展開する本格的アドベンチャーハードシューティングだ。フィロソマ。宇宙の辺境に浮かぶ資源採掘惑星 ORA194 から救難信号が発信された。救助に向かったプレイヤーが見るものは、リアルタイムポリゴン、テクスチャーマッピングなどハイエンド CG 技術を駆使した迫力映像で繰り広げられる 3D シューティング。サイドビュー、トップビュー、 3D ビューなどの視点切り替えと随所に見られる CG アニメが迫力の一言だ。アイドル女子スーチーパイリミテッド。ゲームセンターで大人気の麻雀ゲームがパワーアップしてプレイステーションに登場。各々得意の積み込み技を持つ7人の雀士を相手に、レベルアップシステム、必殺技アイテム、ボーナスゲームなどのパッチパネルを使って戦う。キャラデザインはヒットアニメを数々生み出している園田健一。キャラクターの声も金井美香さんほか豪華声優陣が担当して楽しさいっぱい。パチオくん。今巷のパチンコ屋さんで大人気のパチンコ台を15台も満載。店内 BGM やアナウンスなども流れ、まさに気分はパチンコ屋。ズーム機能を使えば釘の研究もできて実戦に応用できるぞ。3D ロボットバトルシミュレーターメタルジャケット。磁気ロボットの選択や戦闘時の設定などもきめ細やかに設定可能。キャンペーンモード、 2P 通信対戦などの機能も搭載され、ゲーマー心を刺激する。空中戦や時間の変化を利用した多彩なバトルも楽しめる。アーク・ザ・ラッド。移動フィールドで戦闘が行われるフィールドバトルシステムを持つ RPG、それがこのアーク・ザ・ラッドだ。
プレイステーションならではのグラフィック機能とサウンド機能が迫力のバトルシーンを生み出す。戦術性を重視した本格的な RPG だ。機動戦士ガンダム。ロボットアニメの最高傑作機動戦士ガンダムがプレイステーションで華々しく復活。大人気の RX78 ガンダムをはじめ、ザク、グフ、ドムといったモビルスーツもリアルなグラフィックで登場。原作そのままのバトルフィールドでモビルスーツたちがしのぎを削り合う。クライムクラッカーズ。未来世界を舞台にした新感覚の 3D ダンジョン RPG、 それがこのクライムクラッカーズだ。もちろんプレイステーションならではの 3D ポリゴンを敵キャラのみならず、スクロール画面の全てに使用することにより、戦闘バトルでは全方向360度バトルシステムを実現。 RPG 界に新風を巻き起こす。クーロンズゲート。近未来、過去、大過去と3つの時代を巡るタイムトラベルアドベンチャー。時空の歪みより突如現れたネオクーロン城を舞台に展開する香港的アジアンカオスのサイバーな世界。中国の風水思想を大胆に取り入れたストーリー。 3DCG で描かれたダークな世界。時空の闇への扉が今開かれる。デラックスパック。ゲームセンターで多くのファンを魅了した爆笑シューティングがプレイステーションに完全移植。前作のパロディスタもついて楽しさ倍増。ジオキューブ。究極の落ち物ゲームがプレイステーションに登場。このジオキューブは立方体を組み合わせてできた様々なブロックを操作してビットという穴に敷き詰めていくゲーム。俯瞰からの視点で見るビットが埋まる様は何とも言えない不思議な感覚がある。 2P 対戦 OK の新感覚のブロックパズルだ。ホーマーハンターライブスペシャルコレクションボリューム1。パソコン上でグリグリ動くデジタルアニメとして大人気だったホーマーハンターライブがプレイステーションにパワーアップして登場。プレイステーション版オリジナルストーリー、そして豪華声優陣の起用など楽しさ倍増。歌に合わせたオープニングシーンは必見。破天荒なストーリーを楽しんでほしい。リッジレーサー。ゲームセンターで大人気の超本格派 3D レーシングゲームがプレイステーションに登場。架空都市の高速道路を舞台に繰り広げられるドッグファイト。タイトなコーナーをドリフトで駆け抜けていく激走体験が自宅で楽しめる。リッジレーサーグランプリ。プレイステーションの発売を心待ちにしているみんなに超ビッグなニュースだ。プレイステーションの発売を記念して、あのゲームセンターで大人気の 3D レーシングゲームリッジレーサーのタイムトライアル競技会、リッジレーサーグランプリが開催されるぞ。実施日は11月26日または11月27日。場所はこのビデオを受け取った販売店の店頭だ。優勝者にはリッジレーサー特製トレーナー、上位入賞者にはリッジレーサー特製ストップウォッチ、そして参加者には特製ステッカーをプレゼント。超嬉しい企画だ。詳しいことはビデオを受け取った販売店に尋ねてほしい。ゲームセンターで磨いた腕をぜひプレイステーションで発揮してくれ。それじゃ参加の申し込みを待ってるぜ。